お金と時間の学校の寮です。今日もお金と時間をワックしていきましょう。今日のテーマは長期分散積立反対論という内容でやっていきます。ちなみに私は途中まで半沢直樹みたいな経営の人間なんですけれども、気になる方は覗いてみてください。投資家であればほとんどの人がやっている王道の長期分散積立、この王道中の王道にメスを入れていきます。長期分散積立は多くの個人投資家が実践しているからこそ、この長期分散積立に対して反対を唱えることに意味があると感じているので解説していきます。ですので、もしかしたら人によっては自分が今やっている投資のスタイルを否定されたと嫌な気分を感じてしまう人もいるかもしれません。またこの動画の私の主張を聞いて私を嫌いになる人もいるかもしれません。しかし、そう私が思われてしまったとしても別に構いません。あなたが投資家であるなら絶対に知っておくべきことですので、私の意見に賛同できるかどうかに関わらず、投資家としてうまく成果を出せるようになりたいと考えている人はぜひ最後まで見て持って帰っていってください。では早速いきましょう。長期分散積立は悪くない。王道であるがゆえの弱点。長期分散積立の一番の危険性。この3つでやっていきます。ではまず長期分散積立は悪くない。ですが、反対論を解く前に改めて伝えておく必要があります。それは長期分散積立は素晴らしい王道戦略ということです。ですので、やめる必要は特にありません。もちろん私もやっていますし、プロの機関投資家の人たちもやっています。それに加えて投資をしたら基本ほったらかしでいいですし、インデックスファンド 1,2 本で分散投資が簡単にできます。そしてあとは積み立てていくだけなので、投資する元手が月に100円でもあれば誰にでもできます。知識も経験も全く必要ありません。そんなお手軽にできて、投資の世界のリターンの平均点を取れるわけです。人気の世界株のインデックス投資や S&P500 やナスダックなどなど、こういったメジャーな指数を投資対象にしている投資信託や ETF を買っておくだけです。ものすごく簡単ですよね。こんな簡単にそれなりの平均リターンを狙えるので、多くの投資家がやっているのはごく当たり前の話ですね。ですので、ここから長期分散積立の反対論を展開していきますが、長期分散積立の王道を否定しているわけではないですし、むしろ長期分散積立は投資手法の選択肢に入れておくべきです。ここは誤解しないようにしてください。よく部分的な情報だけを取って、これはダメだ、もうやめます、解約しますと決めつけがちな人がいますが、そうしてほしいわけじゃないですし、むしろそんなことしないでください。では一体なんで悪くない、やめるべきじゃない、長期分散積立に対して反対をする必要があるのか、その理由についてここから深掘りしていきます。では次、王道であるがゆえの弱点ですが、早速結論です。長期分散積立が唯一克服できない弱点があります。それは特に弱点がないということです。長期分散積立は王道中の王道と言われるぐらいなので、特に大きなデメリットがありません。弱点がないならそれでいいじゃん、失敗したくないし、だったらなおさら長期分散積立だなと感じている人もいるかもしれません。もちろんそれはそれでいいのですが、裏を返せば強みがないということでもありますよね。無難オブ無難です。無難の極みなんですね。ですので、無難なのでみんなに好かれも嫌われもしない、注目を浴びることもない真ん中の層みたいなものです。無難なのでつまらないですし、投資を淡々と続けていくための継続力と胆力も必要になります。いやいや、無難でいいでしょ、投資なんだから別に人気者になるならないの話じゃないし、無難にやって平均点を取り続けられるんだから、王道の長期分散積立で十分、退屈でも地味でもただ続けるだけなら問題ないよと思いましたよね。その考えはとてもよくわかりますし、確かにその通りだと思います。しかし、この特に弱点がないという弱点しか持っていない長期分散
産積み立てがなんで反対されないといけないのか、その危険性について最後に解説していきます。その解説の前に2つお知らせです。 YouTube の短い動画では話しきれないお金についての限定動画も LINE の登録で無料プレゼント中ですので、将来お金で不安を感じたくない、今よりも経済的に豊かな暮らしをしたいという気持ちがある人はぜひ概要欄から覗いてみてください。もう一つはお金に強くなれる情報を定期的に発信していますので、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。では最後、長期分散積み立ての一番の危険性ですが、早速結論です。長期分散積み立ての一番の危険性とは、負けることができないということです。無難の極みの長期分散積み立ては市場の平均リターンを狙いに行く投資スタイルなので、負けることがほとんどできません。というか、投資の世界は常にパフォーマンスの良し悪しを市場の平均と比べて勝ったか負けたかを判断するので、最初から平均を狙っていく長期分散積み立てには勝ち負けという概念すらないと言っても過言ではありません。いや、負けないなら順調にお金も増やせてそれでいい。確かにそれはその通りです。無難でそこそこならそれでいいという気持ちもわかります。ですが、そんな王道の長期分散積み立てでも負けることが一切ないわけではありませんよね。市場全体の暴落時などは負けてしまいます。市場全体の動きと同じようにマイナスを食らいます。いや、そりゃ投資の世界なんだから当たり前でしょ。絶対に負けないという世界が存在しないのは基本中の基本だと分かってくれるのはとてもありがたいのですが、負ける負けないという問題ではなく、負けるタイミングが問題なんですね。これはどういうことかというと、さっきも言いましたが、長期分散積み立ては無難狙いなのでほとんど負けないので、負けるタイミングは市場全体が下がっている時ぐらいです。つまり市場全体が負けている時、投資家みんなが負けているタイミングで唯一負けることができるわけですね。これが長期分散積み立ての特徴であり、一番の危険性でもあるんです。投資家がみんな負けている時にだけ負けるということは、市場全体が下がっている時にしか負けを経験しないということになり、そうするとみんなが損をしているから、こんな異常事態だからしょうがない、この損は避けられなかったんだ、みんなだって同じように損をしているから仕方ないよねという思考パターンに陥り、滅多にない負けたという体験を全体に流されて自分にはどうしようもなかったと思考停止して、次に生かすことができないということが起きてしまいます。もちろん常に自責で考えて、失敗を次の成長のチャンスにする、こういったことができる人はもちろんいますが、世の中の風潮の大半が今の環境的にしょうがない、仕方がなかった、どうしようもなかったとなっていたら、唯一の失敗という貴重な機会を自責で捉えて成長につなげられる人は結構少ないはずなんです。ちなみに私はできない自信があります。ずっと勝ち続けて唯一負けた経験をした時に、他のみんなも全員が負けていたら、いやーしょうがないな、こういうこともあるよねとなってしまう自信がありますね。もちろん切り替えて失敗を引きずらないで前に進んでいくことは大事ですが、失敗を自分ごとと捉えて成長の機会にすることを逃してしまうことはものすごくもったいないです。成功から学ぶよりも失敗から学ぶことの方が多いなんてよく言われますが、その負けたという失敗から学べる貴重な機会すらも逃してしまうのが長期分散積み立てなんですね。つまり長期分散積み立ては楽して誰でも簡単に勝ちやすくて、負けることが滅多になくて、そして貴重な負けも周りも一緒だと言い聞かせて打席になる、そんな負ける機会を次に生かすことができない投資スタイルであり、負けから学ぶことができるチャンスがない、これが長期分散積み立ての一番の危険性です。その一方で失敗や負けからは多くの学びがあります。負けるのは嫌ですし、お金も減らしたくないので、もう嫌だと勝手に改善していきます。これは誰しも経験があるはずですが、恥ずかしい思いをしたり、屈辱的な経験をしたり、コンプレックスをバカにされたり、
こういったマイナスの出来事が自分の行動のエネルギーを高めてくれるケースがたくさんあります。受験に失敗したとか、部活の大事な試合で負けたとか、好きな人に振られてしまったとか、就活で失敗したとかなどなど、こういったマイナスの出来事は自分を大きく成長させてくれます。これは投資の世界も全く同じなんです。つまり長期分散積み立てでは投資家としての成長をもたらしてくれないんです。もちろん投資を無難にやる、投資をコツコツ継続していく、こういった小さな成功体験が投資家としての成長をもたらしてくれる部分はもちろんあります。ですがやはり失敗や負けから学べる取れ高の方が圧倒的に大きいです。なので長期分散積み立ては反対なんですね。ただ動画の前半で言いましたが、長期分散積み立ては悪くないですし、みんなやっている王道です。しかし投資家としてはほとんど成長しないので、長期分散積み立てだけをやるのはやめましょうということなんですね。もちろん最初は長期分散積み立てから始める、これは間違いではありませんが、その次の投資にチャレンジしない限り投資家としてはあまり成長できないということなんですね。矛盾するように聞こえるかもしれませんが、お金を増やすためにはお金を失うというマイナスの出来事も欠かせないということです。いや、お金を増やそうと思ってるのにお金を減らせなんてと抵抗感を感じてしまうのはよくわかりますが、その不安の先にしか投資家としての成長は見出せませんので、長期分散積み立てという王道以外の投資をやっていきましょう。ただ長期分散積み立てのように楽に簡単にできる世界ではないので、しっかり学んでから少しずつチャレンジをして、投資家として成長して資産形成を加速させていきましょう。え、何を学べばいいかって、そういう人はこのチャンネルで学んでいってもらえれば OK です。まずは学びから地に足をつけていきましょう。では最後に大事な知識やより記憶に定着するようにおさらいしていきます。長期分散積み立て反対論という内容でやっていきました。長期分散積み立ては悪くない王道ですので、やるべき戦略ではあるのですが、無難すぎて特に弱点がないのが弱点です。弱点がないので強みがないということでもあり、平均点を狙い続ける世界しか存在しません。ですのでそんな無難な長期分散積み立てでは失敗も少ないです。もちろん失敗しないことはいいことですが、失敗しないということは成長の機会もあまりないということであり、長期分散積み立てでは投資家としての自力がほとんどつきません。ですので長期分散積み立てだけではなく、長期分散積み立てプラスアルファで投資をしていくことが投資家として成長していくための条件であり、資産形成を加速させてくれる秘訣です。ですのでそのための学びを加速して、よりスピーディーに資産形成をしていきましょう。最後まで見てくれてありがとうございます。もしこの動画を見て少しでも役に立ったと思ってくれた方は、高評価コメントをしてもらえると嬉しいです。では次回の動画でさらにお金と時間をハックしていきましょう。耳だけで学べる聞くお金と時間の学校 in ボイシー、音声だけで学べるお金の知識、ながら作業のインプットに最適。概要欄からぜひボイシーの登録お願いします。